ホームページは1015年から1019年にかけてのルーシにおける内戦をまとめたものである。この内戦は、1015年に、キエフ大公ウラジーミル一世が死亡し、その息子であるスブヤトポルクとヤロスラフの間における後継者争いである。1013年、トゥーロフ公であったスブヤトポルクは、父ウラジーミルに対する、岐阜のポーランド王ボレスワフ一世の陰謀に、加担するが露見し、 キエフに遊兵された。また、翌年の1014年には、ノブゴロド港くらいにあったヤロスラフが、ノブゴロドからキエフへ送るダーニの支払いを拒否すると、エイムンド、ラグナルの二人を長とするバリアーグ部隊を雇って、交戦の構えを見せた。これに対し、ウラジーミルは、大規模な懲罰軍を送り込もうとしたが、1015年に死亡した。ウラジーミルが死んだ後、 ウラジーミルのこのうちの一人であるボーリスは、スブヤトポルクの放った資格によって殺害され、同じく、ウラジーミルの子であるグレプも、また殺害された。ウラジーミルの子のスブヤトスラフはチェコへ亡命したが、やはり殺害された。スブヤトポルクは、キエフを抑え、父、ウラジーミルの有したキエフ対抗意を得た。ここに、主だった兄弟たちは排除され、キエフのスブヤトポルクと、 ノブゴロドのヤロスラフの対立状態が生じることになった。リューベチの戦い1016年、ヤロスラフは3000人のノブゴロド兵とバリアーグの傭兵隊を率いてキエフへ向かった。一方、スブヤトポルクはペチェネグ族の部隊を自陣に加え、これに備えた。両軍はリューベチ付近のドニエプル川下半で遭遇し、3ヶ月の間退治した。 大治の間に晩衆となったが、両軍ともに都下攻撃の機会を得なかった。この大治は、最終的には、ヤロスラフ側の勝利に終わった。合戦において、ペチェネグ部隊は湖に阻まれて、スブヤトポルクの本体と連携を取ることができず、救援に向かうことができなかった。勝利したヤロスラフは、キエフ大公を名乗り、ノブゴロドの人々に報奨を支払った。スブヤトポルクは、 ポーランドへ逃走した。1 0 1 7年、キエフは、スブヤトポルクとペチェネグ族に包囲された。なお、ビール・イバコフは、この包囲戦は、エイムンドの佐賀に詳しく記載されているものに、相当すると述べている。スブヤトポルクがキエフに攻め寄せると、城壁に加え、柵や堀が設置されていた。また、攻めての一部は仕掛けられた罠に陥った。 キエフの二つの城壁は開かれたままであり、それぞれヤロスラフのドルジーナ隊とエイムンドのバリアーグ隊が守備していた。後為戦の下中、ペチェネグ隊が都市への侵入に成功したが、やがて駆逐された。転じて、守備隊が要塞から出撃し、スブヤトポルクの旗を奪った。キエフに入るボレスワフ1018年、スブヤトポルクの義父である、 ポーランドをボレスワフ一世の火星を得たスブヤトポルクは軍を動かした。対するヤロスラフも軍を起こし、両軍は武器側を挟んで遭遇した。しばらくの退治の後にヤロスラフは敗れた。スブヤトポルクはキエフに入り、ポーランド兵を配備した。また、援軍の返礼としてチェルベンの諸都市をポーランドに割譲した。敗北したヤロスラフは、 ノブゴロドへと敗走し、さらに、スウェーデンへの亡命を図ったが、スブヤトポルクからの報復を恐れた、ノブゴロドの人々に引き止められ、ノブゴロドに止まった。そして1019年、ノブゴロドで編成した、新たな軍を率いて、キエフに迫った。スブヤトポルクはこれに対応することができず、ペチェネグ族の地に逃げた。キエフ対抗員は、ヤロスラフの手に渡った。 有田川の戦い同じく1019年、スブヤとポルクとヤロスラフは有田川で戦った。年代記はこの戦闘の行われた場所や詳細を記しておらず、かつて二人の兄弟のボリスが殺害された地であることを述べている。スブヤとポルクはベレスキエを越えてチェコへ逃走する途上で病死した。税861890から1907ありがとうございます。